さい、申し訳ないです。いいですか、押してもらって。実は皆さん、今日も言ってなかったんですけど、なんと今日じゃなくて今月誕生日なんです。5月23日。だからみんなのナイスをしてもらえるとね、すっごく助かるの。一つのナイスが僕にとってのプレゼントなので、プレゼント代わりで押してもらえると嬉しいです。毎日言ってるな、それ。それしか、だって押してもらえないんだもん。誕生日だから押してねって。俺も必死なんだよ、ナイスに。誕生日月にナイス、何月でお祝いとか聞いたことねえから、誕生日月一日だけな。だからね、ナイスね、一つのナイス押すとさ、その誕生日に多分押してもらえると思うの、たくさん。その日だけじゃなくて毎日押してもらえると、1ヶ月ナイス押すというのがプレゼントみたいなもんじゃん。要するに、なんか課金してアイテムあげたいけどお金なくて無理なんだ、パルちゃんごめんねっていう人もいるわけじゃん。俺が何が嬉しいかっていうと、ナイスボタンっていう、毎日ね、それが嬉しいんだよ。だから押してて欲しいなっていう気持ちでね、お願いしますって今頭下げてます、ね、何言ってんだお前、俺の日本が理解できないのかこの野郎。おい、舐めてんじゃねえぞこの野郎。お前誰に口聞いとんだこの野郎。お金が欲しいだけな、当たり前だろ。ナイスは賞金がもらえるんだよお前。ナイスは何だと思ってんだ、金以外のものだと思ってんのかお前なあ。ナイスは金だぞお前。100万と50万と30万のね、デッドヒートする賞金レースだぞお前。ありがとう M ちゃん。あ、待って、ちょっと待って。そういえばね、いるかな、さっきハンタとかさ、大花火とかでかいアイテム投げてくれた人。なんかお返し投げれるアイテムあるんだよ。どうしようこれ、投げたいな。何個あるんだ俺これ。あ、20個しかねえわ。くーちゃんとかめーちゃんとかりーちゃんいる？ちーちゃんもいる？あげるよ5個ずつ。いますか？いや20個しかないんだよこれ。もういないわ。消えちゃった。もう いないのかな。4人とも消えた？くー、なんか気使わしちゃったね。じゃあそれだったな、 ごめんね、気使わしちゃって。ごめんね本当に。20個しかないからどうしようこれ。欲しいリスナーさん、これ金のアイテム、これあげるか。あ、欲しいかこれ、金のプレゼント。これ1個いくらなんだこれ。だから花火投げてよ。で お返しにあげるから、何ポイントつくかちょっと教えてよ。誰か一発だいいから花火投げてほしい。でポイント渡すから。いないこれ。いくらなのか、これ金のプレゼントのアイテム1個投げるから、いくらつくのかちょっと教えてほしいなこれ。え、パルちゃんの あげた人にあげて、私は大丈夫だよ。やはり優しい。ちょっとね、めいちゃん確認だけいい。じゃあ1個
これいくらになった、これ今送ったんだけどプレゼント、めちゃいくらになっただろう、いくらだろう、一応金のプレゼントだから高そうな気がするけどね。景品法に引っかかるのこれ。え、プレゼントなんかアイテムくれたらアイテム返すっての。あ、金の花火ありがとう。あ、これ1個送っとくか、これ投げてもらったか、いくらになるのこれ1個、これ、これちょ誰か教えて、これ1個30円なわけないじゃんこれ。うん、こいつに押しても意味がない、押してくれる人だけでいいからね。1個ですが、だからいくらになるかって確認はしたいんだよ。セコイアって20個しかないんだよお前。俺だってドンとあげたいよそんなの、1人ね100個ぐらいなあ。30円、何30円あげたの俺今。だったらダサいね。当たり1となっています。当たり1、え、これじゃあポイントじゃないってことなんかな。当たり1、めーちゃんありがとう。いや当たり1って言ってるよ。これ何のアイテムなんだこれ。当たり1ってことはお金にならないってことなんかな。当たり1だって1ポイント。運営さんそんなせこいの、1ポイントなの。うん、お金になってないってことなんかな。1円なわけないでしょ。どうすんのこれ。いや分からん、何ポイントつくのか。ゴールデンアイテムの多分商品だと思うんだけど、30ポイント。それは前のイベントじゃないの。ちなみにダサセコアイテム詐欺豚、なんでダサセコアイテム豚詐欺って。おい、ダサいとセコイはいいよね。あと何アイテム豚詐欺って、アイテム豚詐欺やってないだろ別に。納得してもらって投げてもらってるだろ今な。セコイとね、ダサいはいいよ、詐欺ってないだろお前。おいおい、おい、当たりボーナス20ポイント、通常30ポイント、当たり10ポイント、100ポイント、青当たり150ポイントだと思う。あ、そうなんだ。じゃあ運営がせこくないこれ。俺がせこいというより運営がせこいよね。そんなアイテムしかもらえないってことは。600ポイントしか上げれないってことでしょこれ。運営がせこくない？毎日笑わせてもらってます。いや、こちらこそありがとうございます。こちらこそペコトラさん、わあ、ありがとうございます。本当にフォローしておきますね。くれよ。あ、金のふわくわくまさんありがとう。あ、ありがとうございます。本当にこのおにぎりくんの何が面白いの。俺のことを面白くないっていう人もいると思うんだよ。それはもちろんね。でも面白いっていう人もいるんだよ。だから君は僕の放送を見ない方がいいかもしれない。つまらないっていう分類に入るからね俺のことを。でも見ている人たちで面白いと思って居座ってる人いるから、だから君とその方々の感性違うし、俺という人間の感性も違うから、絶対に枠を見ない方がいいんだよ。で、見てる時点でお前の負けなんだよね。勝ち負けじゃないけれど。だから
言ってしまえばね、お前はね今やってることはねカマチョってことよ。うん、恥ずかしいと思わないの？おいカマチョ野郎、そんなこと書いてね、かまってほしくて書きやがって、恥を知れよ。パルちゃんの笑顔が好きなのよ。ありがとう。ありがとうございます。聞いた？パルちゃんの笑顔が好きなのよ。面白いじゃなくて笑顔が好きなんだよ。そういう人もいるんだよお前ね。笑顔が好きな人も。運営金稼ぎが優秀です。配信者のそのおかげで稼げてる。感謝しかないはずです。アイテムの割合は運営が9割持っていても妥当です。そんなんだったら俺もうやめるわ。9割とかなめてんのな。やばいよね9割持ってたら。毎日食っちゃねえの昼のほんの1時間2時間だけで配信してブクブク太りやがって、こんなに稼げていいね。あ、嫉妬つ、うん、恥ずかしくないで嫉妬してて。お前なこういう風に食っちゃねえやって、そして放送 1,2 時間やってて稼げているっていう部分ね、はっきり言うよ。今までね努力してきたからこの食っちゃねえができるんだよ。わかるか？え？食っちゃねが。ワリアンスドンチケーンダブルアイテム。理解したね。あーちゃんありがとうね。理解して、あー PA さんもありがとう。理解してない人たちに言っとくわ。楽にしているように見えるけれど、まあ彼に楽にしているように見えると思う。だけれど、その間の部分ってお前らがやれるかって言ったらやれないんだよ。批判してるやつら全員ね、できないでしょ俺みたいな放送。誰でも稼げるわけじゃないからね。じゃあどうやってこんなブサイクでデブでね不潔な男がこうやってアイテムもらって生活できてるかっていうと、それは今までね家庭としてまあ頑張ったって言い方はちょっとね恥ずかしいんだけれど、努力して面白さを追求してね、そのリスナーさんの心を射止めて、あ面白いなこいつって言ってアイテムを投げてもらえる循環を作った努力の結晶なんだよ。だからたかがね1ヶ月ぐらいで見たねリスナーさんがね、アンチがね、俺の全てを否定してほしくないね。はっきり言うけど、おい、そうだろ。大阪での泥酔、養分たちの旅、可愛い彼女とのやりとり、炎上ニュース全部楽しいよ。ありがとう、嬉しいわ。ありがとうございます。しげちも結婚してるから言わないであげて。しげちがかわいそうだから。しげちもね俺とねやったことなんて黒歴史って思っちゃうからね、かわいそうじゃん。こっちみんな気持ち悪い名前してんな、ドピュって。おいお前名前変えてこいよ。なんだよドピュって。自分がいかに恥ずかしい名前を使ってるか理解できてるの？お前学校行ってこいよ。どうせ厨房だろお前。30ポイントって書いてた？嘘だろ。この手の放送は誰でも、できる。政治や養分たちがやれば金も人ももっと集まるのに、やらないでくれてるのはパルパルがかわいそうだからでしょ。配信は仲間は大事だね。いやでもそんなことないよね。イキリストとか炎上ニュースやってたけど、俺がやったらやっぱ閲覧持っていっちゃうよね普通に。定期的に放送やってて、で炎上ニュースっていうのは俺だっていうふうに刷り込まれてるから、なんて言うんだろう、誰でもできるっていうんだったら俺にかぶせてみろよ。勝つ自信あるから俺。
違うよ。誰でもできるんじゃないんだよ。同じ炎上ニュースで俺とね戦えるか戦えないかって話じゃないの。キャスだったら誰も見ない。ふわっちはニュースする人いないだけ。対決してみろよって。俺はだって昼の12時でやるだけだから。だから別にかぶせだけかぶせればいいんじゃない。ただ負けた時はやっぱパルパルだなって言われる可能性もあるからね。それが怖いよね正直。俺だったらやだよ、やりたくないよ、はっきり言うけど。仮に俺じゃなくて、まあ俺がやってたとして、で別の配信者ってなるじゃん。でパルパルにかぶせて炎上ニュース対決しようってやるけど、結局パルパルの閲覧あったらさ、なんて言うんだろう、その人言われちゃうじゃん。あ、花火ありがとう、ありがとうございます。だからもう否定してほしくないよね、炎上ニュースをね。誰でもできるって言い方はね、普通に。まあでも炎上ニュースだけじゃないしね、俺別に。ツイキャスとかね、ふわっちとかでいろいろやってきたからね。俺炎上ニュースでこのまま成り上がった人間じゃないから、正直。あ、クマありがとう、ギフトありがとうございます。クオリティはまだまだ低い。やってないお前に言われたくないわ、普通に。噛んだり、ありがとうございます。炎上ニュースまともにできないくせに笑わすなよ。でも人いっぱい来てくれるからね、なんやかんや。毎日やるってのが大変。多分ね、そのみんなは正直ね、やろうと思えば閲覧も取れると思うよ、そら。だけどさ、毎日ずっとこの時間帯でやるっていうのが難しいんじゃない。みんな不定期になるじゃん。俺はもう12時で定期的にやるっていう使命感でやってるっていうか、だからその定期的な時間でやるっていうのが一番でかいよね。多分俺が炎上ニュースを3日に1回だったら、まあうまくやれてなかったと。毎日やってることが大事なんじゃない、どんなネタがなかったとしても。まあでも、まあ俺だけの力じゃないからね。あのなんやかんや配信者からもね、情報くれたりね、政治とか、あとはリスナーさんとか DM くれたりとかね。うん、だから俺だけの力とは言わないよね、正直。みんなのおかげだよね。だからありがたいよね、普通に考えて。みんなが応援してくれるおかげだから、ありがとう。だからうるさいんだよ豚、音量下げればいいのに。俺から癒してもらえよ。お前がうるさいと思うんだけどね、俺の中では。コメントでね、どういたしまして。豚イベント終わりにキャスやるって言ってたのに、やらないのは何かあるん？いや、やらないっていうのは昨日普通に寝てたから。今日やるよ。うん、やれなかったから。今日やるよ、ツイキャス。引退します。引退枠やります。
まあ、基本的にはブロックしないからね俺ね。それも強みじゃないねえ。今日3人ぐらいブロック入れちゃったけど、でも基本的にはブロック入れないっていうのも強みじゃない。その叩かれて叩きやすい枠じゃんね。そういうのもあるんじゃない。ちょっとニコ生寄りっていうか、ストレス発散できる場でもあるからねえ。これうわ、来たー、当たりボーナス3ポイントー。バルちゃんの努力をみんなが認めてるんだよ。定時でー、あれ読めなかった。定時で毎日なかなかできないことです。ありがとうございます。誰だろう。あー、めーちゃんありがとう。あのさ、ホテル防音だよこれ、絶対に大丈夫だよ。セックス聞こえる環境オーバーなんだから。俺が大きな声出したって響きません。あ、お前ブロック入れるよ、投げてくれた人に対してね。ドピューさん、あの俺のことはいいんだよ別にね、言ったってね、入れないでおくけど、投げてくれてる人に対して叩きはマジで NG。しかももう関連 NG 入れるから、わかる？お前さ、俺がなんでこうやって生活できてるか教えてやろうか。リスナーさんが爆投げしてくれるからだよ。そのおかげで今なんとか生きてられるんだよ俺は。そんなリスナーさんに対しての口の利き方、お前いてこますぞマジで。エッチできないけど、俺もお前とエッチできないよ、勘違いしないで。いつからお前と俺がエッチできると思った？できるわけないだろう。じゃあちょっとあのもう2時なんでね、あと43人、1400ナイスまでいいですか。ちょっとじゃあ、うーん、あと1400ナイスいただいていいですか。小時期は辞任してるんだ。まあでもアイテムもらってね、生活してるのは事実だから。レベル低いな。どうレベルが低いの。配信者はレベル高い人もいればレベル低い人もいるけど、まあでも基本的にはさ、なんていうの、レベル低い人人に見えてて実はレベル高いんだよ。そういう風に見せてるだけかもしれない、叩かれるように。そういうテクニックもあるからね。ガサガサうるせえよ豚。寝るのか豚。豚しかないよねコメントが。辛いわー。